羽織。羽織は、竹の短い着物の一種。防寒、冷装などの目的から、長着、小袖の上に羽織って着る。室町時代後期頃から用いられたが、現在のような形が、一般的になったのは近世に、手からである。動詞、羽織るの連用型が名詞化したものが語源で、羽織は当て字。その起源には、諸説あるが、登場以前からの類似品に、 動物、実徳などがある。また、前、身頃を完全に打ち合わすことが構造的に不可能であり、前を紐で結ぶ点も特徴である。この紐は、羽織の生地とともぎれで縫い付けてある場合もあるが、通常は、血と呼ばれる、小さな感情の布地もしくは金具に、専用の組紐、羽織紐を装着して使用する。装着方法は古くは、直接結び付けていたが、現在では、 S 字状の金具を介して引っ掛けて使うことが多い。この紐を TPO や流行に応じて交換するのがおしゃれとされる。安土桃山時代から戦国武将に戦場での防寒着として鎧の上から人羽織が着用されるようになり便利であったためかすぐに日常でも着用されるようになった。この頃は羽織という名称ではなく銅服と言われていた。 服装の順位としては将軍へのお目見えの時に使う、ひたたれ、黄門、素王、四分の制服とも言える上下より下にランクされるもので、普段着の扱いであった。一方、四分以外では、門付羽織袴は上下に次ぐ清掃であった。江戸時代に入ると、町人へも広がったが、大正家の番頭閣以上という暗黙の制限が存在していた。後年、 一般人が上下を着用することは、祭りやコスプレでもない限りは滅多になくなったが、紋付き羽織袴が男性の清掃という習慣は続いている。また、ちょっとした外出着や社交着として、紋付けでない羽織、着物の上に羽織ったり、着物とお揃いの羽織、いわゆる、お体を着用したりする。和服で、長着の上から羽織る外衣の一種。羽織に近い形状をしているが、 生地に色を用い、紐あちに縫い付け、腰の部分にひだを取ってあるなど、独特の仕立てになっている。土寺とも呼ぶ。鎌倉時代頃に現れ、平ら層として用いられたが、江戸時代に入って、医師、絵師、儒者、茶道などの清掃に定められた。木流しもしくは長袴の上に着用する。現在でも、町人系統の茶道において盛んに用いられる。色は、 白衣の上に黒門付け羽織を着用する。特に新職が外祭りなどで移動する場合は、羽織が欠かせない。門は新門、または家門などを用い、無門、一つ門、三つ門、五つ門のものがある。羽織紐は白を使うことが多い。袴は新珠用の紫や白などの鯖場を使用する場合が、ほとんどである。羽織は、本来、 戦国時代の軍曹に由来するものであったから、江戸時代においても女性がこれを着ることは、ほとんどなく、女性用の上着としてはもっぱら打ち掛けが用いられた。例外は、いわゆる深川芸者、辰巳芸者で、江戸中期頃からこの地域の芸者は女であるにも、かかわらず羽織を着ていることが名物となっていた。時代が下るにつれて、女性の羽織は徐々に、下流界の中に広がっていくが、 これが一般に広く用いられるようになってゆくのは明治期以降である。このような期限のためか、傍観という似たような用途が発祥の着物である打ち掛けは結婚式でも使われる女性の清掃であるが、羽織は未だに女性の清掃として認められていない、口述スクロモン付け羽織を除く。女性の羽織の丈には流行があり、明治から 大正時代にかけては、足下までの長羽織。昭和30年代には、帯が隠れる程度の短い羽織が流行った。その後、着物自体が日常に着られなくなったことから、羽織は作られなくなっていたが、近年のアンティーク着物ブームにより、再び羽織が脚光を浴びるようになった。2004年から2005年のブームは、長羽織である。明治時代から昭和50年代まで婚女性に広く、 使われた羽織。男性の霊装としての紋付け羽織は黒紋付けと色紋付けだけであるが、女性の羽織は黒紋付けと色紋付けへの入ったエヴァ織の3種類がある。背中側に門を1個だけ染めたものや後ろ袖につけた三つもの,のものなどがあった。エヴァ織には門をつけないものもある。どんな着物でもこれを羽織れば霊装となるというもので、主婦には重宝された。 黒のモンツケハ黒のエババ織は、昭和50年代までは、学校の入学式、卒業式の付き添いの母親の制服的なありであったが、その後は一気に衰退し、現在は滅多に見ることがない。江戸時代には、黒一色で五つ紋が入った色無地は、庶民の間では模服ではなく、礼服として使われていたので、黒モンツケバオが広まる土壌があったと考えられる。 大正時代から昭和の初期にかけて、振袖が未婚女性のおしゃれ着として着用されることが流行した時期があった。この頃には、振袖の羽織を振袖の上に着用することも行われた池田主義本のおしゃれ店図ロ参照。振袖の打ち掛けがヒントになったと思われる。現代では振袖に羽織を着用することはなく、上着を着る場合はコートである。明治時代。 ハオリは立派な着物の代名詞であった。このため、良い身なりをしていながら、ゴロつきのような行為をする者に対して、ハオリゴロという言葉が使われた、内田ロアン、社会百面など。また、早々期の零細新聞社は、社会的影響力をもって、脅迫まがいの行為を働くこともあったことから、新聞記者に対して、ハオリヤクザという言葉も使われた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。